アンジェリーナ・ジョリー、アンジェリーナ・ジョリー、アンジェリーナ・ジョリー、出生名、アンジェリーナ・ジョリー・ボイト、1975年6月4日イ、は、アメリカ合衆国の女優、映画プロデューサー、ファッションモデル、愛称は、アンジーである。2000年の映画、トゥームレーダーの撮影で、ロケ地のカンボジアを訪れたことをきっかけに、人道問題に興味を持つ。撮影が終わってから、 UNHCR の職員と共に人道支援の現場に赴き国際的支援を精力的に訴え本格的に事前活動を始めた2001年 UNHCR 国連難民高等弁務官事務所の親善大使に任命されるその後40カ所以上の人道支援の現場に足を運び避難民の現状を訴えてきた2012年4月には この熱心な活動が評価され、第10代国連難民高等弁務官である、アントニオ・グテイレスに UNHCR の特使に任命されている。事前活動の一環として、2002年3月に、カンボジア人の男児、マドックス・チバン、2005年7月に、エチオピア人の女児、ザハラ・マーレイ、2007年3月に、ベトナム人の男児、パックスティンをそれぞれ養子として引き取る。 2006年5月には、ナミビアで、俳優ブラッド・ピットとの間の地娘、シャイロ・ヌーベルを出産した。ちなみに、シャイロは、救世主、幸福なものという意味があり、ジョリーの実刑につけられるはずだった名前である。2008年7月12日に、フランス南部のニースで、男児、ノックス・レオン・ジョジ、ビビアン・マーシェリンの双子を出産。2006年には出産した娘、 シャイロの初公開写真の掲載権を、米、ピープル氏と410万ドル、A、ハロー氏と350万ドルで契約し、事前事業へ契約金を寄付した。2008年も同じく出産した双子ビビアンと、ノックスの写真の契約金を事前事業へ寄付することを条件に、ピープル氏とハロー氏と契約した。 この時の契約金は1100万ドルから1400万ドルと推定されている。なお、ピープル氏の写真掲載に関連して、ニューヨークタイムズは11月21日付の一面に、アンジェリーナ・ジョリー、エスケア・フリー・オーカストレイテッド・イメージ、アンジェリーナ・ジョリーの入念に練り上げられたイメージという記事を掲載。ジョリーが家族の写真やインタビュー掲載と引き換えに、ピープル氏に、 好意的な内容を書くよう求めるなど、巧妙にマスコミ対応しているとの批判的な内容だったが、記事に対して、ピープル氏発行元のタイム社は、写真購入による編集への介入行為はないという、名を出して反論。また、固い記事で信頼を得ていた、高級紙、ニューヨークタイムズが、このような記事を掲載したことに、読者からは、まるでタブロイドのようだという落胆の声が多く、 同志電子版にある読者コメント欄にはニューヨークタイムズが娯楽雑誌であるピープル氏を報道機関と混同している等の批判的なコメントが相次いだ。2009年6月ピープル氏によるとジョリーとピットのチャリティ組織ジョリーピット基金がパキスタンの難民救済のため100万ドル日本円で約9800万円を国連難民機関に寄付した。ジョリーは 過去に3回パキスタンを訪れており、住むところがなくなった人々を救うために使ってほしいと、今回の寄付をした。2009年10月、アメリカのチャリティ団体ザ・ギビングバックファンドが2008年の寄付額が最も多い有名人のランキングを発表し、ジョリーとピットがハリケーンカトリーナで壊滅的状況に行ったニューオリンズの再建やエチオピアやイラクの子供たちに、 総額でで1340 1万ドル日本円約2009年11月、ハリウッドリポーターによると、ジョリーとピットの2008年の寄付金総額は680万ドル、日本円で約6億1200万円だったという。二人が設立したジョリー・ピット基金の2008年度の納税通知書によると、 同基金の収益は1300万ドル、日本円で約11億7000万円で、その半分以上を様々な団体に寄付したといい、世界中の病気を減らすことを目的としている団体ザグローバルヘルスカウンシルは、同基金から200万ドル、約1億8000万円を受け取り、ピットが創設したチャリティ団体メイキットライトファンデーションとヒューマン、ライツウォッチもそれぞれ1万ドル、 約9000万円を受け取ったという。さらにザ・アームド・セルビセス・ YMCA ・オブ・ザ・ U.S. アーミー・ピットの地元スプリングフィールドの学校、息子、マドックスの母国カンボジアの団体なども、ジョリー・ピット基金から寄付を受け取っているという。2009年12月、ピー・プル氏によると、アメリカの養護施設団体、アメリカン・ SOS、チルドレンズ・ビレッジ20万ドル、 日本円で約900万円を寄付した。この団体は、イリノイ州とフロリダ州にある養護施設で現在は300人ほどの子供たちが暮らしている。ジョリーは、孤児や捨て子を育て、家族をバラバラにしない、SOS の素晴らしい活動を渡したちはこの目で見ました。SOS ビレッジでは一定の年齢になったからといって子供が放り出されることはありません。職業訓練、高等教育、 生活の手助けなど、すべての援助を永遠に与え続けてくれる場所ですと、コメントしている。SOS Children's Village は、コジアステゴを支援する、世界最大の NPO で、132カ国で500の、ビレッジが存在している。2010年2月、先の大地震に見舞われた、ハイチの隣国ドミニカ共和国の首都、サントドミンゴにある病院を訪問し、 ハイチから避難してきた被災者たちと面会。その後、ハイチへ移動し、国連ハイチ安定化派遣団を訪問した。また、パートナーのピットと共に100万ドル、約9、0 00 00、0、0、0、0、0円を国境なき、医師団へ寄付している。なお、ハイチを訪問中に、CNN のリポーターから、ハイチからは、養子を取らないのかと尋ねられ、いいえ、今我々は、そのために、 ここにいるのではないのです。私たちは養子を受け入れる準備はあります。ブラッドとそのことも話しますが、それはここで考えることではありませんと強い口調で反論したと伝えられている。近年、ハイチでは生き別れた子供の養子縁組が違法に行われて人身売買にまで発展しており、社会問題にもなっている。あとにジョリーは国連難民高等弁務官事務所のオフィシャルサイトで、 子縁組は緊急事態時の対応策として採用されるべきではない。ハイチは地震前に多くの人身売買の問題があったため、子供たちにより一層の注意が必要だと声明を出している。エンターテインメントサイトの popsugar.com では、この CNN のリポーターの質問について、これは自然な質問。アンジーは用紙を取ることを認めている。的外れな質問。 アンジリの活動から輝きを奪うとに択くで投票を行っているが、的外れな質問に7割以上が投票している。2010年8月、d e s p a r d e s c o m によると、10万ドル、日本円で約900万円をパキスタン洪水の被災者支援として寄付していたことが明らかになった。UNHCR 国連難民高等弁務官事務所親善大使として事前活動を行っているジョリーはパキスタン洪水について今年の1月にはハイチ地震が起きるなどたくさんの苦労を抱えた人々がだんだんと増えてきていますと支援の必要性を訴えるコメントを発表している。2011年1月ハリウッドリポーターによると実施社医が生まれた国ナミビアにある 野生動物保護区にシャイロの名のもとに二人が設立したジョリーピット財団から200万ドル日本円1億6400万円を寄付していたことが明らかになった。この寄付に関してジョリーはシャイロには自分が生まれた国に関わりながら育ってほしい。この野生動物保護区のオーナーとは古くからの友人でこのナミビアの土地と野生を保護するために 彼らの熱心な仕事ぶりと人々への献身さにずっと感心させられていると寄付理由に関したコメンを残している。2011年6月、バングメディアインターナショナルによると、竜巻の被害に遭ったミズーリ州南西部の町、ジョプリンに50万ドル、日本円で約4、レレ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 円の寄付したという。二人が設立したジョリーピット基金による寄付金は、 壊滅的な被害を受けて、中長期的な支援を必要とする、町の再建に充てられるという。ピットは、町の30%が、壊滅的な被害に遭い、ジョプリンの町には、難題が待ち受けています。僕はこの町の近くで育っているため、住民は仕事熱心で、謙虚、立ち直る力も、強いことを知っていますと語り、町の再建の手助けになりたいと言っており、ジョリーも、多くを亡くした。 ジョプリンの方々への思いでいっぱいですと付け加えた。2011年8月、バングメディアインターナショナルによると、ピットとジョリーが設立した財団法人の納税記録が公開され、二人が2009年だけで総額490万ドル、日本円で約3億9200万円を事前団体に寄付していたことが分かった。その寄付先は195万ドル、日本円で 1> 約1億5、600万円が、両親の働いている家庭の支援団体に、100万ドル、日本円で、約8、0000 000円は、国連関連の事前団体に、70万ドル、日本円で、約5、600万円は、子供のガ基金に、また48万ドル、約3、840万円は、自然災害にあった町の復興基金などに、使われている。二人の友人は、 セリブたちの多くは、ブラピア・アンジーから学ぶことが一つや二つあるはずよと、その金額の大きさが、うが返るコメントをしている。2012年10月9日、パキスタンでターリバーンを批判し、女性の権利向上のために活動していた少女マララ、ユサフザイがターリバーンと見られる男たちによる、銃撃、後に、ターリバーンが、犯行声明出したで重傷を負うという事件が起きると、 10月18日、パキスタン、アフガニスタンの少女のために5万ドル、約400万円を寄付した。寄付金は、パキスタン、アフガニスタンにおける、女性教育のために戦った、女性、少女を表彰する賞の創設などに使われるという。2013年6月24日、国連安保理で開かれた、紛争下の性暴力問題に関する公開討論で、演説を行った。 2013年、人道支援活動を通じた映画界への貢献を称えられ、アカデミー賞のジーン・ハーショルと共愛賞を、同賞史上最年賞で受賞した。2014年、英国政府が、名誉デーム、アンレリー・デイムグランド・クロス・オブ・ザ・モスト・ディスティングウィッシュと、オーダー・オブ・ショートトン、マイケル・アンド・ショートトン、ジョージの授与を決定。10月10日、エリザベス女王に、 オットピットや子供たちと共に一見し、称号を授与された。2015年1月、バチカンで自身の監督作、不屈の男アンブロークンの上映後、フランシスコ法王に家族と共に一見した。2016年5月23日、イギリスのロンドンスクール・オブ・エコノミクスの客員教授に就任。人権問題などを学ぶコースの授業を担当。 ジップのジョン・ボイトとは長年に渡り不仲が続いた。これは度重なる不倫により敬愛する母を苦心させたことからによる。その後、トゥームレーダーで父子共演を果たすなど復縁も噂されが2002年7月には、本名のアンジェリーナ・ジョリー・ボイト、アンジェリーナ・ジョリー・ボイトから、ボイトを除外する解明を裁判所に申請。ロサンゼルス上級裁判所の判決により承認され、 同年9月12日付で、同一の本名となった。もっとも、脚本家の三宅竜太は、第1回夕張国際ファンタスティック映画祭で審査、委員長として、来日滞在し、ボイトが当時高校生であった娘を連れてきたのと、交流を持った体験を、著書、スクリプトドクターの脚本教室、中級編に表しており、ある程度の雪解け時期もあったことも伺わせる。 サイバーネットの共演を機に知り合ったジョニー・リー・ミラーと1996年3月に結婚したが、翌年から別居し1999年2月に離婚。その後、狂っちゃいないぜで共演したビリー・ボブ・ソーオントンと2000年5月5日に結婚。しかし2002年に、ジョリーがカンボジアから男児マドックスを養子に迎えて間もなく破局し、 2003年5月27日に離婚した。2004年5月撮影のミスターミセス・スミスでブラッド・ピットと共演。ピットが多忙であった当時の妻、ジェニファー・アニストンと家族計画をめぐり、不仲になりつつあると噂される一方、ジョリーやジョリーの息子マドックスと撮影現場で親密になっているという見方が浮上する。ジョリーとピットのロマンスのゴシップが消えない中、 12月には、ピットが、テレビインタビューで自ら、子供を絶望して涙ぐむ場面が放映された。2005年1月7日に、ピットとアニストンが正式に別離を発表し、3月に、アニストンが離婚手続きを申請。このおよそ1ヶ月後から、ジョリーやジョリーの子供と行動を共にするピットの姿が、たびたび報じられるようになった。同年8月に、 離婚手続きが完了して10月2日ピットとアニストンの離婚が正式成立。11月に初めてジョリーとピットは二人でイベントの席に姿を現し、12月にはピットがジョリーの子供二人の養父となる手続きを申請した。そして2006年1月にジョリーはピットが父親である子供の妊娠を発表。ピットとのパートナー関係を公に認めることとなった。 ジョリーは2008年10月、ニューヨークタイムズのインタビューで、ピットが、アニストンと、まだ夫婦だった、ミスターミセス、スミスの撮影中に恋に落ちたと認めて、子供が、両親が恋に落ちた映画を見るチャンスなんて、そうそうないわ。ブラッドに会えるから、撮影現場に行くのが楽しかったと発言。ジョリーの発言を受けて、アニストンは11月、 ボーグ氏のインタビューで初めてジョリーについて言及し、不適切な発言と非難したが、ピットは12月、ローリングストーン氏のインタビューで、同映画について聞かれた際に、そりゃあ、6人の子供を持つことになったのは、あの映画で恋に落ちたからねと発言し、ジョリーの発言を後押しした。メディアは、ピットとジョリーの名前を一つにして、ブランジェリーナ、ブランジェリーナという造語を作った。2008年、 ギネスワールドレコーズ社より、ハリウッドで最もパワフルなペアに任された。また、恋多き女性として、メディアに取り上げられてきたが、本人は、これまでの人生の中でセックスした男性は4人だけ。嘘じゃないわ、そのうちの2人とは結婚したんだからと主張している。その4人とは、現在のパートナーのピット、元夫のミラーとソーントーン、名前は明かせないもう一人だという。 2012年4月13日、ジョリーとピットが交際7年目にして、正式に婚約したことをピットの代理人が明らかにした。結婚式の日程などは決めず、約2年の婚約期間を経て、2014年8月23日に結婚式を挙げて、正式な夫婦となった。家族や友人の総勢20人が参列した式でジョリーは、 ピットとの6人の子供たちが描いたイラストが刺繍されたウェディングドレスを身にまとい、ピットがジョリーの母、ミシェリーヌ・ヌベルトランへの献字を刻むなど家族への愛情を誓うプライベートな式だった。2016年離婚を申請。2013年5月に掲載されたニューヨークタイムズへの寄稿文で、ジョリーは乳がんと卵巣がんの発生が高くなるとされる遺伝子。 ブリカ1に変異があるとして、乳がん予防のために、両乳腺を切除する手術を受けたことを明かした。これは、医者から乳がんになる可能性の確率が87%だと診断されたことを受けたもので、ジョリーの母も卵巣がんで、創生2007年56歳没したことも影響しており、乳がんリスクを抑えるためでもあるとしている。この手術の公表は、 世界的に大きなインパクトを与え、アンジェリーナ効果、ザアンジェリーナエフェクトと呼ばれた。この手術の影響は著しく、日本でも乳房予防切除手術の倫理申請を行う動きが出ている。乳腺切除より2年後の2015年3月、ジョリーはニューヨークタイムズに再び寄稿し、卵巣と卵管の切除を公表した。発表より2週間前、毎年受けている。 定期検査で採取した血液の複数の炎症をーの値が上昇しており、初期の卵巣癌の可能性があることを医師に告げられた、ジョリーは複数の専門医に相談。ブリカ1遺伝子変異のリスクだけでなく、母親を含めて3人の近親者が遺伝性の乳癌、卵巣癌で若くして亡くなっている家族歴を考慮し、卵巣と卵管の早期切除を決断した。 手術で適出した組織には使用があったが幸いがんは陰性であり今後はホルモン療法に努めていくという。なお、ジョリーはこの機構文にアンジェリーナ・ジョリー・ピットと署名。同月に出席したキッズ・チョイス・アワードでもアンジェリーナ・ジョリー・ピットとして登壇した。以降、性をジョリー・ピットと表記する母国メディアが増えている。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。